松井野さん、遠い空、お疲れ様でございます。ちょっとヒントを申し上げますね。これね、タイトルでカッコで閉じて1分間ピアノ弾き語り歌ってみたとありますね。その後に尾崎豊、遠い空って書いてます。これね、どんな方に向いてるのか、どんな方に聞いてほしいのかっていうところをこのタイトルの中に入れると、これね、再生される可能性があるんですよ。だからこういう風にしてみたらどうかなと思うんですよね。この曲、松潤さん誰に向かって語りかけますかということですね。で、あとチャンネル登録の方が2人増えたみたいですけども、ここら辺で割り算をしてみましょう。現在ね、松潤さんとのやり取りが62話になるんですよ。この動画で62話になるんですけども、一番最初にやり取りを始めた時ってチャンネル登録何人か覚えてます？62回このやり取りをした、その中で何人増えたかを割り算すると、どのぐらいのペースでね、この動画更新をしていけば100人に達するのか、1000人に達するのか、1万人に達するのかが、概算ですけどもね、見て取れるんですよ。それによってちょっとペースをね、どうしようかなって考えていくのも一つかなと思います。もちろんね、その通りになるとは限りませんし、数字が走っちゃうとね、これまたね、松潤さんのいいところが失われちゃうんで、心乱さないようにしていただきたいんですけども、一つのヒントとして今回はね、申し上げました。では次回の動画更新も楽しみにしております。よろしくお願いします。いってらっしゃい。